モビスターチームは、スペインに席を置く、自転車競技、ロードレースチーム。UCI ワールドチームの一つである。ゼネラルマネージャーは、エウセビオウンスへ。前身である、レーノルズチームにて、1985年と1989年には、ペドロ・デルガドが、ブエルター・エスパーニャで、1988年にはツール、とフランスで、総合優勝した。 その後スポンサーが、信用銀行のバネストとなり、1991年から1995年には、ミゲル・インドゥラインガツールド・フランスで5連覇し、1992年と1993年には、ジロでイタリアを連覇した。1998年には、アブラハム・オラーノが、ブエルター・エスパーニャで、総合優勝している。 2005年に UCI プロツアーが発足した際には創設メンバーとなった。2004年にはバレアレス諸島州政府が新たにスポンサーに加わった。2005年にはバネストがスポンサーを交板し、ケス・デパーニュがサブスポンサーとなった。2006年、チーム名はメインスポンサーであるケス・デパーニュグループに由来するケス・デパーニュがメインスポンサーに昇格し、 2007年には、ケス・デ・パーニュが、単独スポンサーとなった。2011年には、ケス・デ・パーニュがスポンサーを撤退した。スペインの大手通信会社のテレフォニカがスポンサーとなり、チーム名は、モビスターチームとなった。なお、前身のチームを含めると現存する、UCI ワールドチーム及び、UCI プロチームの中で最も長い歴史を持つ、チームである。 ミゲル・インドライン・ガツール・ド・フランス5連覇のうちの2勝目を挙げた1992年から20年以上にわたり、ピナレロ社のフレームにカンパニョーロ社のコンポーネントを使用していたが、ピナレロ社がチームスカイに比重を置いた供給体制を取るようになったこともあり、2013年をもってピナレロ社とのパートナーシップを打ち切り、2014年からはカンパニョーロのパーツとともに、 キャニオン社のフレームを使用することになった。チーム発足から37年間、カンパニョーロのコンポーネントとホイールを使い続けたが、2019年シーズンをもって契約を打ち切り、2020年シーズンからアメリカのコンポーネントメーカーである SRAM と2年契約を締結し、ホイールも SRAM 参加の ZIP に切り替えた。 カンパニョーロ時代は、キャリパーブレーキを使っていたが、スラムに変更してからは、油圧ディスクブレーキを使用し始めた。チームのマスコットは、リスで、チームロゴも、リスを図案化したものである。ケースデパーニュの後釜に、テレフォニカ社チームモビスター指導シクロワイヤード2010年8月13日付記事、モベスターチーム2021、モベスターチーム2020、バルベルで、 金棚ランダの住み分けで目標を、明確化、モビスター2018年シーズン展望。2018年11月14日11時30分、閲覧。トリプルエースで悲願のツール総合優勝へモビスター、チーム2018年シーズン展望、福光俊介の、週刊サイクルワールド194金ンタと、 バルベルでは、グランツール連戦へモビスターチーム2017年シーズン、展望。ありがとうございます。